はい、皆さんこんにちは、マスさんです。サイバーパンク2077ですね。無事に本編のクリアしました。やったやった。まあね、意外とあっさりクリアしてきちゃったんで、ね、クリアはしたんで、このクリアするとね、野草曲第15番つってか、また最後のミッションのところの直前に戻って、まあ街を楽しむっていう、簡単に言うと竜が如くみたいな感じです。なんでね、ちょっとね、街をブラブラしながら感想を言っていきたいなと思います。これ買いました。刃バイクですね。こいつに乗っていきましょう。視点はやっぱこれがいいよね。この視点もまあできなくはないけど、僕ね、ちょっとね、こっちの方がリアルだからね。こう、そう、わかんないんですよ、位置が。これだと全然で、今ね、ピンつけてるこの青いが暴行ミッションなんで、ちょっとね、暴行ミッションを1個あったんで、どうでしょう。やりましょう。この暴行ミッションとかをやるとね、このお金がね、ゲットできるんで、これをね、いっぱいやるんですけど、武器、もう刀、武器は刀オンリー。あべ、ミスった。水にもう入れます。まあ、よかった、はしごあって。もう見つかった。こんな感じで、敵を倒していきます。痛い、先輩めっちゃ痛いる。描写がね、黒いよね。あと1つかな。さあ行くぜ。バイバーイ。で、クリア一通り全部倒した後に、黄色いね、クリマークのものを全部回収すると、暴行ミッションがクリアになります。上部完了って出るんでね。で、なんか経験値もらえたり、まあ要はちょっとこう、まあ、それでお金がもらえたりするわけです。まあ、とりあえず暴行ミッション1個ね、終わったんで。本編やった後の感想としては、まあ、結構このゲームね、発売し、僕もね、そう、その最新ゲームを久しぶりに買ったんですよ。普段そんなにやらないんで、そう、これはちょっと面白そうだなと。で、そしたらね、グラフィックが全然、なんか、ラグがすごかったりとか、結構ね、そのプレフォーになると、これ初期のプレフォーでやってるんですけど、まあ、劣化がしたりとかね、今ちなみに、視点切り替えって、変わったんですよ。視点の切り替えとかもなんか、何回押しても変わらなかった。コントローラーが悪いとか、あれなのかちょっとよくわかんないんですけど、そう。まあ、ちょっとグラフィックとかが、良いっていうのはあるんだけど、ただなんかこの前そのツイッターで見たら、このゲーム返金希望者には返金しますって言って、なんか最近の某 YouTuber みたいなのをやっているので、すごいな、そこまでやるんだって思いながらね。ただ、まあ、僕は逆にじゃあこのゲーム返金をしたいかって言われると、返金したいかって言われると、別にそういうわけじゃなくて、なんだろう、僕は本当にこれをなんか未来の世界のグラセフみたいな感覚でゲームを買ったんで、なんだろうな、グラセフも結構何年もかけてアップデートされて、どんどんなんかこう変わってったと思うんですよね。だからまだこのね、発売されて数週間のゲームだから、アップデートとかどんどんされて、これからどんどん良くなっていくんじゃないかなって僕は思ってるので、これからどんどん良くなることを期待したいですね。良くならなかったら、まあ、そげって思うかもしんないけど、そんなことはないと思うし、そもそもまだオンラインとかもできないからね、一人でしかこのゲームはできないから、まだ早いんじゃないかなって僕は思います。
いろいろなんかみんなこう、ね、ダメだとか、っていう人もいます、見たらいますけど、僕自身はね、これからまだ全然ありなのかなっていう。ただまあ、今や、ボコミッションやって分かった通り、そう、刀しか使わないですよ。他に僕結構武器も持ってるんですけど、敵が硬すぎて、銃全然強くないんですよ。あの、このね、ミッションでゲットしたこの銃は強いです。この銃はね、ちょっと試しに撃ってみると分かるんですけど、あのおっさんじゃ撃ってみるか。あのおっさんを、バーン！物陰に隠れろ！俺のこのクソエイムを、まあ2発です、でも。で、こうすると逮捕状っていうのが発行されます。そうすると、なんかまあ警官とかドローンとかが飛んできて、ほら来た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 。ああいうのも飛んでくるんですよ。で、こうやってまた警官を一人やったりすると、2つ続いて、ドローンもなんかこうやって撃ってくるんで、ドローンもこうすると、星3つついてっていう感じで。応戦する！おお、やばい、いっぱい来た、いっぱい来た。とりあえずで逃げましょう。ヘイ、刃。そう。このね、左ボタンを押すとね、こうバイク飛んでくるんで、やばい、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。うわぁ！あら、あ、死んだ！すいません、死にました。死んでもね、あの、お金とかがなくなるわけじゃないんで、その辺はいいかなっていう。で、あとね、この、やつを、これを使うと、なんかいろんなところに移動ができたり、なんだ、電話が来たの。よう、仕事の案内だ。企業で言うところのリストラ。こうやっていろいろ電話もかかってきて、ミッションをクリアしたりもするので、ストーリーやって以外も、サブストーリーとかでも結構やり込み要素がたくさんあるというか、サブストーリーとか、そのサブミッションの方が内容多いんじゃないっていうぐらい、いろいろあるので、まあそういうのをね、やっていければいいのかなっていうふうに僕は思います。とりあえずバイク、あれバイクどこ行った？ヘイ、あれ？ああ、あったこれね、あの完全にないと遠くから来てくれるんですけど、中途半端に近いと来てくんないんですよ。そう、まあ簡単に言うと、これからのゲームだから長い目で見れないとあれかな。だから僕はそれまでに少しね、こうミッションとかいろいろクリアして、次のコンテンツがね出る時までにお金とかいろいろこう貯めてね、あの楽しめればいいなっていうふうに思ってます。バイクで普通にでも街中走るだけでもね、まあ面白いよね。ただね、街が複雑すぎて結構迷子にはなっちゃうんですけど、まあほんとね、ダメな要素を挙げたら結構キリはない部分はあるんだけど、それ以上にまあなんていうんだろう、このね、未来の乗り物じゃないですけど、未来の乗り物っていうか、まあ、未来ともちょっと違うよね。だって日本でだってね、今ガソリン車がこれからね走れなくなるかもしれない、販売ね、もう終わりにするかもしれないとか騒いで、そんななんかね、排ガスまみれのなんかすごい汚らしい街だから、またちょっと違う部分はあるけど、なんかまあなんつったらいいんだろう、まあちょっとね、非現実的なね、大きい街をあの自由に散歩できるこのオープンワールドっていうのは、僕はそれがやっぱまあいいポイントなのかなっていうふうに思いますね。刃はね、結構スピードが出るんで、僕は車は1台も買ってないっていうか、車ほとんど乗ってなくてこればっかりなんですよ。そう、なんかオンラインとかもないから、結局誰か乗せたりもしないし、それこそなんか一人で移動するならこれでよくないっていう感じで、僕は刃が好きです。もう結構でもね、バイクとかは設定がすごいっていう、動きた肩とかも、僕はこうフロントフォークが横から出てるような、こう不気味な動き方するんですよ。ほら、スイングアーム太いしね、まあ、普通にかっこいいですよ。これがね、カスタムとかできるんだったらまた面白いなっていうふうに思うんですけど、現状まだ車とかバイクをカスタムするっていうところは
まだねそういうのはないみたいですけど、多分そういうのももろもろ今度出てくんじゃないかな。なんか僕まだできてないんですけど、カーレースのミッションとかもあるみたいなんで、まあ多分そういうね、ミッション自体はこれからどんどん出てくるし、まあ解禁されていくものも非常に多いんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるので、まあね、面白そうだなって思った人はやってみるといいと思います。ただ2時間に1回ぐらいそのなんか落ちるんですよ、謎の現象で落ちるんですよ。これも結構ツイッターとかでも書かれてるんですけど、結構それがイライラするっていうのと、1回こう負けた時、負けてそのチェックポイントからやり直しとかになるんですけど、それがまあそのすごいロードに時間かかるんですよ。ロードに時間すごいかかるから、まあ、そこがねちょっとね、なんとかもうちょっとなんとかなってほしいなっていうか、まあ、プレ4のやっぱゲームじゃもう厳しいのかなっていう、プレステ5落ち着いたらね、欲しいなっていうふうに思うんですけど、なんかプレステ5でもなんかなんかどうなのかなっていう部分もあったんで、やるなら PC の方がクオリティはやっぱいい、圧倒的にいいのかなっていうふうにも思います。僕はプレ4で全然満足してできてますけどね。いやでもやっぱこのバイクかっこいいな。まあ総じてこうやってみてね、分かったのは本当これからのゲームなんで、僕はねサイドミッションをねちょっとちょっと楽しみながら作るアップデートに備えていければというふうに思っております。はい、そしたらその動画を最後終わりにする、ちょっと動画を締めようかなと思うんですけど、締める前に最後そのさっき言ったそのミッションいろいろあるんですけど、中はもうねいけるんですよ余裕で。ちょっとヤバめの暴行ミッション、あ近くにあるじゃん、あこれ極みだって。この辺行こうか、この辺行ってどうなるのかちょっとねやって終わりにしたいと思います。これだ、え、どれだよ、お、属車が止まってる、よし行くべ、ほら、あ、強い強い強い、絶対強い絶対強い、やばいやばいやばい、やばいやばいやばい、あー、はい、死にました。極みのミッションちょっと無理でしたね。だああいうのね、まだ倒せるようになるのにも多分結構その何、自分のサイバーウェイを強化したりとか武器もそうだし、まだまだね結構そのやらないといけないことがいろいろあるんで、それをねどんどんこれからやっていって、まあ、来たるアップデートに備えてこのゲームをやって楽しんでいければなというふうに思います。はい、ちょっとグダグダではあるんですけど、そうマイク買ったんですよ。今までねプレフォーの録画機能を使ってたんですけど、キャプチャーボードといろいろね設定で、本当はこれをだから全部ストーリーとか本編やろうかなと思ったんですけど、いろいろできなくて、そうだから、まあ、ちょっとねクリアした、まあ、ネタバレもほとんどないからいいかなっていうところでねやった感想でした。はい、それでは皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。